朝倉くん。はい、チョコレート。ありがとう。一目でわかるギリチョコだね。まあ我慢してよ、もらえないよりマシでしょ。まあそれもそうだね。黒田くん、はい、これギリチョコ。おー、サンキュー。もっと大きいのが良かった？いや、こんなもんでいい。大友先輩、はい、これバリバリのギリチョコです。言わなくていいよ、ありがとう。いっぱいもらってるみたいですね。ひょっとして迷惑でした？いや、そんなことはないさ。ありがたくいただくよ。お返しはするから。はい、期待してます。お、どうした、こんなとこまで。秋月さん、はい、これもちろんギリチョコです。言うなっての。まあありがたく受け取るよ。サンキュー。ファンの子からももらってますよね。虫歯に気をつけてくださいね。どうした、急に。なんか気に入らんことでもあったか？えへへ、昴生、はい、ギリチョコ。もらってくれと頼むならもらってやるの。頼まないよ、そんなの。あれ、どったの？毛利さん、はい、これギリチョコです。ありがとう。もうこの年になるとギリチョコでも嬉しいのよね。ホワイトデーをお楽しみにね。はい、遠慮なく期待しちゃいます。お父さん、バレンタインのチョコだよ。いつもお世話になってるから心を込めて作っちゃいました。ちゃんと味わって食べてね。それから、はい、キューブチョコレート。心を込めて作ったよ、味わって食べてね。私にもこんな心がこもったものをいただけるなんて感激です。ありがとうございます、お嬢様。はい、これバレンタインのお返しだよ。ありがとうございます、先輩。この日は1年で一番忙しい日かもね。まだまだお返しに回らなきゃならない。慌ただしいけど僕はこれで。はい、頑張ってください。はい。あれ、毛利さん、何してるんですか、こんなとこで。決まってるでしょ、今日はホワイトデーだよ。律儀の僕は君にお返しを持ってきたのさ。はい、これ。ありがとうございます。わざわざすみません。いいのいいの。大事な仕事仲間なんだから、このくらい当然。ああ、やばい。外回りしなきゃ。そんじゃねー。はーい、頑張ってください。お嬢様、これを受け取ってください。え、わ、すごいクッキー。これってひょっとして。もちろん、バレンタインのお返しです。私があげるのはおかしいですか？ううん、そんなことないよ。ありがとう、一緒に食べようか。それじゃあ、遠慮なく。何、お父さん。お、バレンタインのお返し？ありがとう、お父さん。せっかくだから一緒に食べようか。
朝倉くん、はい、これかなり頑張っちゃったよ。ありがとう。すごいチョコレートだね。大変だったんじゃない？嬉しいよ。ううん、このくらい当然。これからもよろしくね。こちらこそよろしく。黒田くん、はい、チョコレート、かなり頑張っちゃったよ。おう、なんかすごいチョコだな。大事に食うよ。うん、黒田くん用に特別に大きめだから味わって食べてね。ちゃんと甘くないのを選んだからね。おう、ありがとうな。わかるよ。ありがとう。大事に食べるよ。でも他の子からもたくさんもらってるでしょ。虫歯にならないか心配です。大丈夫。たとえ虫歯になったって、君の心のこもったチョコならいくらでも食べるさ。もう先輩ったら。お、どうした、こんなとこまで。秋月さん、はい、これかなり頑張りましたよ。わあ、サンキュー。すごいチョコだな。やっぱ俺幸せもんだね。ファンの子からもいっぱいもらってるくせに。別格だよ、別格。大事に食べちゃうもんね、俺。調子いいんだから、もう。どうした急に。なんか気に入らんことでもあったか。はい、昴生、これかなり頑張ったんだよ。ふん、お前にしては上出来だ。褒めてやる、喜べ。素直に感謝してよね。あれ、どったの？毛利さん、はい、これかなり頑張りました。わお、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 もうありがとう。愛してるよ。あ、毛利さん、苦しい。そんな抱きつくほどのことでも。ホワイトデーをお楽しみにね。はい、期待してます。はい、お父さん、バレンタインのチョコだよ。いつもお世話になってるから心を込めて作っちゃいました。ちゃんと味わって食べてね。それからあのキューブ、これ受け取って。お嬢様、これ私めのために。うん、キューブのために一生懸命作ったの。私のお嬢様、あの、いえ、ありがとうございます。これ、バレンタインのお返し、受け取って。わ、ありがとう。なんだかすごいお返しだね。高かったでしょ？値段なんて気にしなくていいよ。僕の気持ちだし。
ありがとう、朝倉くん。その、これ、チョコのお返しだ。ありがとう。すっごい綺麗なラッピングだね。さすがケーキ屋さん。俺の手作りだ。昨夜作った。え、寝てないんじゃない？大丈夫？平気だ、これくらい。黒田くん、ありがとう。大事に食べるね。ああ。あーやーちゃん。お姉ちゃんだ。はい、これバレンタインのお返し。嬉しい。女の子同士じゃ変だけど、まあいいよね。私、来年もあげますから。いや、探したよ。これバレンタインのお返しだ。受け取ってくれ。ありがとうございます、大友先輩。なんだかすごいラッピングですね。知り合いのシェフに特別に作ってもらったルーローカフェオフレーズだ。口の中でクリームがとろけるよ。私のためにそんなことまで？このくらい当然さ。僕の気持ちの1万分の1でもこのケーキが君に伝えてくれるといいのだが。嬉しいです、先輩。よ。あれ、秋月さん、何してるんですか、こんなところで。バーガー決まってんだろ。はよ、これバレンタインのお返しさ。おお、なんだかすごい箱ですね。中はうちに帰ってからのお楽しみってことで、まあ大事に食ってくれよな。わざわざありがとうございます。大事に食べますね。その笑顔が見れれば苦労なんて吹っ飛ぶよ。じゃあな。よう。あれ、コウセ、どうしたの？お前にこれをくれてやる。ありがたく受け取れ。で、これバレンタインのお返し？へえ、えらく立派だね。感謝しろ、泣け。家に帰って仏前に備えろ。じゃあな。わざわざ私に来るなんて、意外にいいとこあるじゃん。はい。あ、毛利さん、ひょっとしてバレンタインのお返し？大当たりってなわけで、はい、これ奮発しちゃったよ。あ、なんかすごい。ひょっとして高級なやつですか、これ？ベルギーから空輸したベルギーチョコだよ。チョコのお返しにチョコって変かもだけど、これが美味しいんだよ。ぜひ君に食べさせたいって思ってさ。確かに定番から外れているかもだけど、でも嬉しい。チョコ好きですし、ありがとうございます。もうその笑顔、それだけで十分よ。大事に食べてね。お嬢様、これ受け取ってください。わ、これバレンタインのお返し？なんだかすごいね。私からの気持ちです。ありがとう、キューブ。ん？何？お父さん、バレンタインのお返し？ ありがとう、お父さん。嬉しい。せっかくだから一緒に食べよう。